はい、僕は本当にあのもうひいしがこれセンスなかったんで、うん、もう全然気づけないんですよ、うん、もうなんでこんなの答え分かんのみたいな、うん、てか分かる人分かんのと思ったんですけど、それもやっぱ繰り返していくといつかできるようになるんで、はい、武田塾チャンネル。もう7月は本当に浪人生とかもう7月だみたいな感じですから ね、 あっという間ですよ、うん、はい、うん、受験生はもう本当夏休み入った瞬間からもうフルスピードでもう勉強しないと、うん、もう取り返しのつかない差がついてしまいますね。まあ、その中でね、もしその悩んじゃってちょっとなかなか勉強進まないってことがあれば、うん、はい、ぜひ相談してほしいということで、はい、そんな受験生に悩みに答えるこの番組は、はい、受験相談 SOS。山口先生、はい、今回の質問ですか？今回の質問はですね、うん、英語長文をやってる時に、解釈や文法とかで習ったことに気づくのが、答えを見てからになってしまうのですが、うん、インプットが足りてないのか、それとも長文に慣れていなくてやっていけば、だんだん気づけるようになっていくものなのか、うん、教えてくださいと、うんうん、はい、ちなみにまだ英語長文はあまりやってませんと。なるほど、はい、これもありますね。これはね、はい、よくあるね。よくあります、うん、まあ、結論から先に言うとお願いします。これはアウトプット不足ですね。アウトプット不足ですね、うんうん、あとはインプットの使い方が分かってないっていうところですね、うん、そうですね、うん、まあ、まずはやっぱりアウトプットをちょっとやっていかないと、うん、ってところですよね。まあ最初はそんなもんです、うん、割と、うん、まあ、いきなりインプット終わった瞬間から即対応できる人もいたりはするんだけど、はい、いますね、割と大体みんなこうなるよね最初は、うん、そうですね、うん、だけど習ったことに気づくってことは、はい、まあ覚えてはいるとは思うんですよ、うんうんうん、だからそれを自分で普段解くときに使えてないっていうのが現状あると思うので、うんうん、これでやるのが大事なのは、はい、長文の問題を解くことももちろん大事なんだけど、それ以上に解いた後に理想的解き方ができるように復習することがすごく大事なんですよね、うんうんうん、だからそれが気づかなかったで答え見てから気づくって話なんだけど、うん、じゃあ本当に初見でそれが解けるようにするためにはどこでどう気づけばよかったのかっていうことを考えて復習する必要があるって感じですね、うん、そうなんですよね、はい、これ結構いや毎回答え見ないで気づかないって人もいるんですけど、うん、でもそれも蓄積していけばやっぱ気づけるようになりますよね、うん、はい、僕は本当にあのもうひいしがこれセンスなかったんで、うん、もう全然気づけないんですよ、うん、もうなんでこんなの答え分かんのみたいな、うん、てか分かる人分かんのと思ったんですけど、それもやっぱ繰り返していくといつかできるようになるんで、はい、もうちょっと我慢してほしいですね、はい、あとはそれが分かる人に聞いちゃうっていう、あーなんで気づいたのみたいな、どこに書いてあるのそれみたいな、はい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 、分かる人の視点を一回聞いちゃうとある程度見やすくなんか、これよくあるのが、はい、答えを覚えちゃうんですね、やっぱり解説も。あなるほど、ね、長文の解説を覚えても自分でできる方は全然別物だから、はいはい、そこはやっぱ本文で気づけなきゃいけないっていう視点を持たなきゃいけないっていうところをちょっと意識しておくと、うん、いいかなと思いますね。そうですね、はいはい、まあ、これは確かにちょっと繰り返さないといけないですね。まあ1日最低1文ぐらいやって、はい、まあ、1ヶ月ぐらいやんないとなかなか、うんうん、1ヶ月やってもなんとなく分かるぐらいだと思いますね。そう、あの本当ここで焦ると本当いいことないから、うん、あの焦んないで、いや俺もうバカすぎるんじゃないかとか、結構もう受験向いてないんじゃないかとか結構悩む人多いんですよここで、うんうんうん、はい、だそこでちょっと負けないでしっかりコツコツ続けていってほしいですね、はい、で焦って答えの暗記とか点数だけ意識するようになるのだけは絶対やめましょうって、ね、そうですね、はい、はい、今回は以上です。はい、武田塾、はい、新サイトオープンしちゃいました。新サイト、おお、大学受験のさ対策動画あるじゃん、はい、大学別の対策動画、はい、あれをこう見やすくまとめたサイトができまして、へえ、ここはですね、参考書だけで大学合格 .com っていうサイトがありまして、すごい、もうそれ見れば全大学の対策がもう分かるっていうことですか。分かる、それこちらなんですよ。おお、そこですね。そう、うん、どこだ、あそこか、はい、でさらにね、はい、あの勉強方法とかいろいろ書いてるサイト、うん、昔からあるやつあるじゃないですか、はい、逆転語学 .com、 あ、それだそれ、逆転語学 .com、 はい、はい、それもこちらから、はい、おー、すごいですか、おー、はい、ぜひね、この武田塾チャンネル以外のね、サイトもぜひ、うん、あのね、利用してもらえればと思いますので、うん、お願いします。武田塾チャンネル、1万人突破しました、はい、1万人突破した、はい、1万人、はい、ミリオン、あ、違うわ、ミリオンじゃない、はい、1万人、はい、はい、これからもね、ぜひ皆さんチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。